皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらマーベルコラボ交換所解説やっていこうと思います。イエイ。いやー、僕デッドプールウルヴァリンが交換できるの知らなくて、ガチャでめちゃめちゃこいつにやって3万円ぐらいとかしたんですけど、デッドプールウルヴァリンも交換できますし、マーベルスパイダーマン、ベノム、アメリカ、アイアンマン、キャプテンマーベル、スパイダーマン、マグニート、サノスと、これらですね、合計9体が交換できます。今回の交換所めちゃくちゃ熱いですね。で、既存キャラがそのうち8体となっていますので、もちろん持ってる人も多いかと思いますが、デッドプールウルヴァリン含めてね、優秀なキャラ紹介していければなと思います。で、当たり前なんですけど、既存キャラが多い、すなわち評価低いキャラが多いです。やっぱ既存キャラって持ってる人も多いし、やっぱり既存キャラって性能自体も新キャラに比べたら控えめなんで少し評価落ちますしっていうので、ちょっとね、評価に関しては全体的に減少気味ではあるんですが、もしですね、まだ持ってないキャラがいる人は、そのキャラクターの評価は必ず聞いておいてください。この機会にね、取れる場合取っておいてほしいので、ぜひともですね、自分がこの中に持ってないキャラがいる人は、なおさらちゃんとね、解説聞いてもらえればなと思います。ということで、まずは早速ね、S ランクからやっていこうと思います。めちゃ優秀なキャラから紹介していきましょう。さあ、ということで、もちろん S ランクは1体だけ、サノスですね。はい、もうサノスが絶対的な S ランクです。これはもう取りましょう。本当に。取っておきましょう。サノスのね、進化後ですね。これちなみに進化素材すごい特殊で、このリアリティストーンとソウルストーンとかですね、を集めていく必要があるんですが、これはですね、今現在開催中の、これ、マーベルコラボの交換所で、もう最悪20メダルでも取れますし、あとは来週まで待ってもらえれば、マーベル上級編で簡単に集めれるようになりますので、ぜひともそこをね、待機してください。レベル5のこのドクターデュームの武器めっちゃ強いんで、レベル5周回施設集めるのもいいかなとは思います。っていう感じですね。で、サノスに関して何が強いかっていうと、やっぱ進化後の 50% グラビティがめちゃくちゃ偉いですね、結局。これ。スキル使用負荷がある代わりに 50% グラビティがあって、スキブ6で運用できますので、やっぱ優秀ですね。夜武器がいくらね、強いとはいえども、サノスも持っておいて損はないかなということで、ぜひとも1体はね、確保しておきましょう。まだ持ってない人ね、なかなかいないと思いますけど、もしいたら、この機会に必ず取りましょう。超ラッキーです、あなたは。復刻来たんで。で、進化が強くなったんですけど、ほぼ使わないですね。周回ならワンチャンあるかなぐらいですけど、あんま使わないんで省略。サノス武器は、バインド闇コンボ強化、十字暗闇お邪魔耐性光軽減持ちで、で、こっちが、スキブ神キラー7強、チーム HP2 つ光軽減持ち。で、この武器が闇属性追加7強プラスチーム HP2 つ闇光泥球 HP 強化持ちです。強いのはこの武器かな。闇属性付与できるんで。っていう感じで、他の武器も持っておいて損はないかなと思いますが、基本的にサノスって、進化後で放置しておくことになるので、もし武器等を使いたい人は、ぜひ2体確保してくださいね。基本的に僕は進化後1体持っていれば、もうサノスは十分かなと思っています。という感じが Sランクのサノスでした。さあ次行きましょう。さあ続きまして、ちょっと持ってる人が多すぎると思うので、わざわざ A プラスで紹介するのはあれなんですけど、マーベル、もちろん A プラスランク入ります。20ターンでね、上限80億変身できて23ターンで、変身後がね、バインド封印指、闇軽減10強4つ冬、光コンボ強化4つに全パラ持ちです。スキルも指自分光の攻撃 1.5 倍、ロック解除、闇お邪魔毒爆弾を光に変化が2ターンで使えて、リーダースキルも全パラ 3.2 倍軽減、攻撃12倍、4コンボ加算、固定1ダメージ持ちです。正直今更無理に交換する必要はないので、あくまで評価としては A プラスランク止まりなんですが、ぜひともね、マーベル1体も持ってない人は必ず1体は確保してほしいなと思っていて、まずキャラ強いです、これ本当に。クエダンのね、レベル11、12、14とかやるときとかね、なおさらめちゃ強いし、今回のマーベルの周回でも役立ってますよね。やっぱ20ターン上限解放を刺さる場所なら強いっていうので、そもそもリーダー、そしてサブとして使えるっていうのが優秀です。それに加えて武器なんですけど、光コム強化、バインド、暗闇耐性、7強プラス闇軽減持ち。これも強いな、普通に。悪くはない武器で、こっちがね、L 字プラス10字、バインド、光泥鏡、スキブプラス闇軽減持ちって感じなんだけど、これも強いですね、普通に。やっぱ一番強いのが、やっぱこの武器よね。めっちゃ強いです、これ、本当に。白狼とか持ってない人からしたら、ぜひともキャプテンマーベル武器確保しておいてほしいなと思っていて、やっぱスキブに光属性追加できて、光コンボ強化プラスに10強に指延長に闇軽減もれます。もう役満。マジで光属性の編成使うんだったら、とりあえずマーベル1体は絶対欲しいよねってぐらい優秀です。しかも新まんじゅう、そしてまあ後々実装されるだろう新極悪とかでも、活躍してくれるだろう闇ダメージ軽減武器持ってますので、まあ光の火力悪としてはめちゃめちゃ強いんですね。まあ、キャラとして強いキャラも多いですけど、マーベルはキャラとして、そして武器としても使えますので、ぜひとも1体から2体確保しといてあげてください。まあ、持ってる人多いと思うんでね、持ってる人は大丈夫です。さあ、そういうことで次行きましょう。さあ、続きまして、もちろん今回の評価入ってきますね。デッドプール・ウルヴァリンですね。はい。もうこれは一番の使い道が、ルルーシュ遠征の武器で、この武器が一番強いです、本当に。ルルーシュ遠征の武器で使う用のキャラだと思ってください。闇属性付与、スキブプラス、チーム HP2 つ、超打ち、闇泥鏡、火泥鏡持ちで、ルルーシュ遠征使う人は絶対確保したいなという感じですね。もう主にルルーシュ遠征で強い武器と思ってもらっていいですし、まあ、後々闇属性の単色遠征がね、もっと強くなってきたら、この武器活躍する可能性あるかなと思います。まあ、現状の使い道としてはマジでルルーシュをぶっ壊すための武器って感じですね。で、一応こっちの武器は光属性付与、スキブ、攻撃体力回復キラー持ってますので、まあ悪くはない武器なんで確保してもいいかなという感じですが、で、こっちのキャラに関しては、まあ正直取る必要あんまないですね。弱くもないんですけど、わざわざ今の環境で使うメリットほぼないですし、なんかリーダースキルも中途半端で、スキルも別にそんな強くなくて、シールドすら割れない、固定1000万多いしたらできないっていう。で、しかも、こいつリーダースキル青天井リーダーなんですけど、青天井リーダーのくせにスキルで6号マス拡張持ってるんですよ。青天井リーダーで6号マス縮小されたら弱いだけなんですよね。だから、正直キャラとしてはもう全く使わないっていいぐらい、使い道はないです。わざわざ頑張ってド M プレイしたら使えるかもしれませんけど、使うメリットはほぼないので、もうルルーシュ専用武器っていう、その僕の説明がもう全てだと思います。ほんまにルルーシュで武器使いたい人はどうぞ。それ以外の人は絶対スルーでいいです。ただ、あまりにもルルーシュで強いということで、全然 A プラスランクの評価にはなるかなと思います。さあ、ということで次行きましょう。さあ続きまして A プラスランクマーベルです。暗闇耐性に浮遊に10強4つにね、スキブプラス悪魔キラー10時プラス持ってるキャラで、スキルがね、無効貫通属性吸収無効、上限100億解放、全ドル強スキル進化で、しかも3属性持ってて、で、2段階目もダメージ無効貫通、ダメージ吸収無効、上限70億全ドル強が1ターンで使えます。はい。なんで、属性吸収、ダメージ吸収が使えて、しかもね、上限100億とか70億解放もあって、全ドル強スキル進化を持ってくれてるキャラです。やっぱ上限解放が偉くて、光属性の火力枠で使えるかなという性能ではあります。リーダースキルも、光水同時攻撃、攻撃力が7倍、固定1000万、全パラ5倍と悪くはないですけど、やっぱ光属性の単色のサブとして使える可能性あるので、もし前回ね、取り逃してる人は、1体は確保しておいてもらえればいいかなと思います。まあ2体以上はあんまいらないですね。もう正味1体でいいかなっていう感じです。たまに2体使うんですけど、まあ、1体でいいかな。うん。で、マーベル、ほんと武器強くて、まずこれ、スキブチーム HP2 個操作負荷に、光、水、回復泥強が増えました。この武器は本当に破格に強いので、武器要員として確保する価値もありますし、あとはですね、こっちかな。マーベル武器。10強お邪魔プラス、チーム回復3つ、水軽減持ちになってます。これも結構エグいんですよね、書いてること。だから、武器要員としてもすごい強いので、キャラそして武器として使えるように、1体確保しておければすごい強いかなと思います。2体以降はいらないですね。1体で大丈夫です。という感じがマーベルでした。はい。ぜひね、前回確保してない人は今回取っておきましょう。次行きます。さあ続きまして、マグニートですね。はい。もうマグニート先輩は、まあ、賞味キャラ1ターンになったとはいえども、まあ、めっちゃ使うわけじゃないんで、ま、これは別にいいでしょう。1ターンになりました。で、進化後も強くなりました。2ターンでね、指と火の攻撃2倍、ルーレット2個生成6解除と悪くはないんですが、まあ、賞味キャラは、まあ、使わんすよね。だからまあいいでしょう。ただ武器がね、チーム HP2 個、チーム HP3 つ、バインド、火闇泥気を持ってくれてるのと、まあ、あとこれはね、スキブプラス、ツーウェイプラス、火泥気を6個回復キラー持ってるんですけど、やっぱ一番強いのがこの武器。今、火属性編成でずーっと強いんですけど、火属性追加10時、チーム HP2 つ、無効貫マシンキラー HP 強化持ってます。火属性付与できて10時にチーム HP2 個もあって、無効貫あるの偉すぎんで、さらに刺さればマシンキラーもめっちゃ強いですからね。で、スキルも10ターン、ルーレット1個生成に、指が2倍、上限60億回復が9ターンで使えますので、ルーレット指延長10ターンに加えて上限60億で火力すら出してしまうという。まあ攻略周回ともに使えますしね。特に火属性の無効貫って今攻略編成めちゃ強いので、そういう運用で使うことができます。まあ、マグニート武器は1体から2体持っておけると火属性編成硬くなりますので、サブとかリーダー豊富な人は確保してあげてください。さあ次行きましょう。さあ続きまして、こちら、アメリカですね。はい。アメリカは、まあ、将棋進化前が結構面白いんですけど、これ取るかどうかはもう皆さんにお任せします。周回勢の人は取ってもいいと思いますが、まあ攻略勢の人だったらわざわざアメリカの編成取らなくてもいいかなと思います。ただやっぱ周回性能バカ高くて、これ10強4つに回復エールジの火力もあって、しかもスキルが水と自分の攻撃力が2倍5コンボ加算6解除し、左足を回復に右足を水に変化してくれます。はい、なので、5コンボ加算と生成ループで使えるっていうなかなか面白いスキル持ってくれてるんで、それこそ裏選手がやる分には強そうですよね。ただ結局最近のコーナーダンジョンにおいては火力が足りなすぎるというのと、あとアクセラレーターとかですね、ちょっとコンボ組めばぶっ壊れてるキャラクターはいっぱいいるので、わざわざアメリカ無理に取る必要はないかなと思いますが、周回勢の人だったら、せめて2体確保しておいても悪くはないかなと思います。なんかね、普通に周回性能としてはかなり面白いので、火力は低いですけど、持っておく価値はあるのかなと思います。はい。なので、周回勢の方はぜひどうぞって感じ。うん。でも2体でいいかな。正直3。せっかく取るんだったら3取ってほしいですけどね。うん。で、アメリカ進化後ですね、これはめちゃ強い。バインド毒プラススキビオン封印10時プラス L 字プラス7強操作家耐性にスキルがダメージ激減指回復水の攻撃2倍6解除が6ターンで使えます。なんでこれが強いかっていうと、今の環境的にアメリカがぶっ刺さるからですね。新万寿環境において 75% 激減とか 80% 軽減スキルってめっちゃ重宝されるんですよ。なんでかっていうと、新万寿がそんなに連続して効果力が来ないので、7階層、11階層、あと2階層だよね。に、80% 軽減、もしくは 75% 激減を合わせるっていうのは結構メタなので、それを踏まえるとアメリカの激減スキル非常に相性いいですし、なおかつね、2種耐性に10時プラス、L 字プラスで、アシスト無効回復と長クライム対策もできるというのがね、軽減枠としてはすごい強いかなと思います。それこそアンジェリーナ編成とかにぶち込んでも使えたりしますので、そういう使い道もあるということで、進化後の方が無難に使えるかなと思います。はい。1体持っておければ強いキャラですね。武器はスキブ2個、水軽減、スキブ2個に水コンボ強化に無股間悪魔キラーと、あとこの武器がチーム HP2 つ、チーム回復、水泥強4つ、お邪魔プラス HP 強化持ってるのと、あとこの武器3色攻撃、チーム HP2 つ、丸部に悪魔キラー持ってくれてます。武器もそんな別に必要なわけじゃないので、進化後欲しい人はぜひ1体ね、確保しておきましょう。持ってる人も多いと思いますけどね、もし持ってなければ1体確保しておいたら、75% 撃へのサブとしては使えるかなという感じです。もし期間内に使いたい編成ができたらゲットしてあげるぐらいの感じでいいので、余裕があればね取ってあげてください。次行きましょう。さあ続きまして A プラスランクアイアンマンです。正直キャラもそんな強くないんですよ。別にもう説明しなくていいぐらいそんな強くなくて、武器もそんななんですけど、1個だけぶっ壊れがあって A プラスランクです。ちなみにこの武器結構強いな。6ターンダメージ半減スキル3個持ちなんで、この武器は強いなぐらいなんだけど、これをね、これ本当にとんでもないね。これマシンタイプ付与、スキルブーストプラス、チーム HP2 つ、雲耐性、LGHP 強化の2ターンヘイスト持ちです。なんなら2ターン全員の攻撃4倍にダメージ半減すらついてきます。やっぱヘイスト武器としてね、価値が高すぎますね、本当に。こいつ1枚でスキブ4つ盛れてチーム HP2 個雲耐性補えますので、もうスキブ盛りたいときはとりあえずアイアンマンつけておけばいいかなぐらいの感じですね。持ってる人1体持ってると思うんで、もうそれで十分です。今更交換する必要1体持ってる人はもちろんありませんが、まだね、1体も持ってない人は非常に武器強いので、余裕があれば武器要員としてね、持っておきましょうという感じです。さあ、ここからは A ランクやっていきましょう。まずは A ランクこちら、スパイダーマンベノムですね。はい。キャラは強くなったんですよ。回復自分リーダーの攻撃2倍、上限6条、6解除、3色陣に進化後になっててね。進化前も指延長3色陣使えますので、一応強くはなったんですけど、ただ、使う使わないの話問題があって、今スパイダーマンベノムを使う必要性があんまりないんですよね。正直スパイダーマンベノムも弱くはないんですけど、だったらアンジェリーナ使おうねって感じになっちゃうところはあって、わざわざ今更スパイダーマンベノムを確保してまで使う必要ないかなとは思います。ただ、すでに持ってる人いると思うんですよ。すでに持ってる人からしたら、スパイダーマンベノムめちゃ強いので、すでに持ってる人は全然ね、運用してあげてください。交換のコストめちゃ高いんですよね、スパイダーマンベノムって。なんかみんな当たり前のように3体持ってるけど、普通に考えてね、マーベルコラボキャラ6体必要って石60個分なんで、今更3体取りに行くのはあんまおすすめできないですね。ぜひ交換するんだったら3体欲しいですけど、無理しなくていいと思います。武器はスキブ2個7強プラス指、雲、耐性、非軽減持ちという感じになっていて、あとはこっちが、チーム HP2 つ、無互換封印バインド、闇ヒードル強って感じですね。今持ってる人からしたら使う価値あるし、すごい強いキャラなんだけど、逆に今更交換するぐらいだったら、石温存した方がいいし、次のコラボに待った方がいいと思います。という感じになっております。はい。まあなんでね、弾余ってれば別にいいですけども、弾余ってない人とかね、特に今更ね、交換しに行くのはあまり推奨できないって感じで A ランクです。次行きましょう。ラストが、スパイダーマンですね。スパイダーマン武器ほんと強いんですけど、まあキャラは別にそんな使わないかな。まあ2ターンでダメージ無効貫通使えますぐらいの感じ。ロックがあるのがちょっと痛いかな。進化後も多色で使える性能をしてますけど、今は強いジノに入らないので、まあジノ編成に入んない時点で別にいらないかなという感じ。で、まあ、シンと自分の攻撃3倍、指3倍、覚醒無効、全回復はね、悪くはないですけども、捨ても高いんですけどね。まあ、使う場所が少なすぎるということで、正直キャラも微妙ですね。まあ、武器こっちは、そんなまあ、スキブ雲耐性、お邪魔耐性、十字プラス持ってて、十字持ってて、非軽減持ってくれてます。はい。まあ、なんで一応非軽減対策で使えるのは偉いかなという感じ。耐性2種に十字耐性あるのも悪くないですね。で、まあ、結構強いのはこの武器、スキブ暗闇お邪魔創作家耐性持ってるので、まあ、この武器は強いですけど、まあ、逆に言えばこの武器ぐらいですね。あんま他で使う必要がないので、わざわざ交換するほどではないかなと思います。まあ、という感じがね、今回のマーベルコラボキャラの評価でした。全体的に使い道が1個はあるキャラが多いので、そういうキャラは全て A プラスランクに評価しておきました。その上で自分の編成と相談しながらね、交換するか判断してみてください。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。